真っ白な雪が降り注ぐ僕らは水面に小舟を浮かべて静かに頬を描く波紋を壊すように行くべき場所へと怯えて震えているのは荒れ狂う風の冷たさなんかでもなくて大空に旅立つことに焦がれてる自分だってそう気づく。ああ凍えそうな闇の中振り向かず出てるのはまばたく瞬間に流れ込むあなたのぬくもりがあるから何も言わずに抱きしめ合おう二人夢の中でいつまでも消えることのない Our Lady of the Night Our Lady of the Night ざわめく街の現実は僕らを容赦なく刻んでゆくから砕けたガラスの心でまた誰か傷つけてしまうこの耳を塞いだのは聖なる彼の音が鳴り響く幸せの歌を聴きたくて果てなき空に舞い踊る雪きらめく一筋の光に包まれて鼓動を重ねて抱きしめ合おう永遠を彩るよ Our Lady of the Night 歴史無比だ美しきこの星の片隅で震え上げて許されるよね出会うため誰もが生まれたなら傷つけ合うことも憎しみも消えることのない愛しさも辿り着けなくても時の狭間まで心のままで二人夢の中へ終わりなき旅の理由を探してる僕らの空に舞い踊る雪きらめく一筋の光に包まれて青く揺らめく燃える想いを不安に祈るようにいつまでも消えることのない心のままにあなたと共に Our Lady of the Light Our Lady of the Light
迎えるためにレインボー、 レインボー。
せて見つかるはずないだろう。 Oh yeah。 街道を陣くぐれば夢見るサンクチュアリー。 Oh yeah。 誰を知る者は叫ぶ愛してるんだぜ。誰を知る者は飛ぶんだ座右の銘だぜ。だってるだってるなるだつだるだ。だってるだったつだるだつだるだ。君が答えを探したって見つかるはずないだろう。シラフジャツライトの目の目今夜はバイクで Oh Oh yeah。 何を知る者は世界を愛してるんだぜ。何を知る者は友が座右の銘だぜ。だってるだってるだるだつだるだ。だってるだったつだるだつだるだ。エヴァリがいれば世にしたいにゃあてろ勲章を。愛も変わらずの今じゃじゅエヴァリ誰もいい今が楽しげの笑いやをモトル入れちゃってワン・ツー・スリー・ゴーです。黒田道博のレディオファントム。はい、皆さんこんばんは、黒田道博です。シューイチ TV ファンズも始まりました。20何年ちっちゃくしてんの、ちょっと大きくしていただいていいんだ。23年2回目の放送でございますけれども、皆さんはお正月ね、どんな風に過ごしたでしょうか。ということで、今日はですね、収録日はですね1月7日、はい、はい、正月ももう終わりね、7日で、ソエピーのスタジオに来てですね、この間は66の編集で、今日はですね、新曲のマイオンリースーパースターのミュージックビデオ完成しました。かっこいいっすよ。相変わらず黒田、黒田、黒田推しで撮ってないです、ね、はい、紹介してなかった。ソエピーです。はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。はい、お正月は何されてたんですか。お正月はですね、はい、結構忙しくてですね、うん、3日ぐらいからちょっと働いたり。あ、そう。週末、年末か、うん、年末ちょっとだけスキー2泊。スキー、
感じでした。ああ、そうなんだ。いいな。俺は、まあ、まあ、配信もありながらも基本家にいましたね。まあ、さっき聞いたね。あ、洗濯機？洗濯機ちょ、さっき聞いたらずっと家にいたっていうから。何してた？あの野球部のその仲間と飲んだりはしましたけど、基本はもうお家いました。はい。正月感もあんまりないってことですか？いや、ありましたよ。自分でその雑煮みたいなものを作りを持ってきたりとか、うん、まあ初詣とかは言ってませんけれど、はい、なんかそれなりにのんびりできたなと思って。なるほど。うん、あとね、俺ね、元旦に、うん、まあ皆さんからのなんか明けましておめでとうラインとか、はいはい、メールとか、はい、元旦ですごい俺もうボーっとしたよね、はい。ライブがないんだったら。はいはい、ピロリョンピロリョンってこう来るから、もうね、それしんどかった。だから人気者なんでしょうがないんですけど。失礼な。何で失礼な。だって返さないといけないじゃん。そう、対応しないと。うん。見ないわけにもいかないし。俺なんか一個もない。うそ、一個もないって。普通は、じゃあ、大野さんとか、そのぐらいしかないよ、その。本当？うん。寂しい。だから、そんなもんなんだよね。寂しい。ないって。久しぶりの人からも、まあ、年賀状みたいなもんだからさ、あれと。大野からあって、我がからないのが納得いかないと。どっちも出せない。我がちゃんはなかったな、そういえば。まあ、いいんですけど。それはいいことじゃないですか。まあ、ありがたいことですけどね。はい。はい、ということで、今日のお題はですね、今年新たに何かにトライできるとしたら何をしてみたいか。はい、と、年末年始の残米映像シリーズの感想を、はい、とか、なんかリクエストが来てました。黒添えに撮影関連の質問、はい、あと好きなお餅の食べ方もということで、はい、でですね、はい、せっかく今日新曲が、はい、完成したんですが、はい、まあ、あのやらしい言い方しますと宣伝用のショートバージョンの、はい、切り抜きね、はい、切り抜きどっかで、はい、まあ、1曲目でいいか。それだったらね、早いね、店の早い、引っ張る、はい、ケツか頭かな、引っ張ろうか、引っ張ろうか見せたらその話しましょう、そう、頭でいっとこう、そう、わかりましたよ、はい、もうじゃあもう、ほんとそうだよね、別にそんな、うん、そんな、ね、それでは、スポットね、僕の新曲の、はい、マイオリスーパースターご覧ください、どうぞ。いただいた曲はマヨニスーパースターでした、はい、ちょっとだけです、ちょっとだけです。どうでしたか皆さん、はい、躍動感あり、うん、疾走感あり、うん、黒田感あり、うん、はい、イペちゃんもねちょっと短いから分かんないと思う。あの大サビが大サビね、そうね、うん、そうなんですよ。まあソイピーはソイピーなりの物語をちゃんと、はい、素材は俺しかない、俺とイペちゃんが映ってるぐらいしかないんだけど、雲が流れてすんのあるそれではまずはですね、はい、今年何かトライしてみたいを読みたいなと思います。そらちゃんです、ありがとう、はい、メールで今まで何度も送ってるけどゴルフ、おそらちゃん、はい、をやってみたい。そらちゃんが、そらちゃんって女の子だよね、ちっちゃい。あとは去年末にスラムダンクの映画を見たり、映画を見に行く前に漫画を読み出したりして、うん、バスケットにも興味が出てきたからバスケもやってみたいですと。バスケはママのお仕事関係の人に小学生用のバスケットボールを正月に買ってもらったから、う
最近近くの公園で ドリブルくらいはしてるけど、うん、せっかくボール買ってもらったからドリブル以外もできるようにちゃんとやってみたいです。はい、いいね。ゴルフとバスケスポーツだね。そうね。あれなんかごめん、関係ないけどさ、映画さ、なんか見に行くって言ってなかった正月。言ってたけど言ってない。俺もそう、年末、まあ、お正月ちょっと映画行こうかなと思ってたんだけど、なんかね、めんどくさくて。あ、俺スラムダンク見んだなと思ってたんだ。スラムダンク世代。あ、スラムダンクは見ますよ、絶対。それ見んだな、うん、見てないよね。見てない、すいません。そう、で、まあ、ソラちゃんと一緒で、俺も漫画をね、久しぶりにまた、4年ぶりぐらいにもう一回読み返そうと思ったんですけども、はい、それさえしてない。ぼーっとしてた。ぼーっとしてた。ゴルフね。最近、そういう日も、俺ちょっとね、本気で、ね、気合入ってる。あれですよ、ほんとね、ゴルフは道具じゃないって言いますけれど、はい、道具なんですよ、半分は。その道具がね、ほんともう僕のやつよりお高い。そうなの？人気モデル、キャリーバッグもそうだし、ちょっとソラちゃんとゴルフ行ってううまだ俺レベルじゃないから、そういうレベルだろ。ちょっとパパーゴルフじゃん。その絵を思い浮かべたらおもろいわ。はい、斉田ちゃんですね、はい、去年香川県の直島へ行った時に電動キックボードのレンタルをしているお店があって、はい、そもそもキックボードになんて乗ったこともないけれど、はい、すげえ乗りたいと思ったので、はい、春になったら乗りに行こうと思います、はいはい、それと捨てられなければ11月に銀婚式、結婚25周年を迎えて、25銀婚式、結婚式をした沖縄へ行く予定なので、はい、結婚5周年2003年旅行の時に、ポンコツカーナビのせいでレターズのミュージックビデオロケ地、はいはい、滑走路の場所へたどり着けなくてものすごく悔しい思いをしたので、これなんだっけ、読谷村、はい、旅行のリベンジをしてうちの人と、ミュージックビデオの真似を知ってみたいなと。あいにくね、そうね、レターズはスエピーじゃないんだ。そうだけどね、でもちょっと旦那さん乗ってんのかな、それ。ちょっと旦那さん いつも聞くんだけど。乗ってんの乗ってんの、気になるでしょ。気になる。俺が旦那だったらちょっとね。でもうちの人はね、この旦那さんはね、本当付き合ってくれる。あ、本当。渡月橋とかでも、あの一緒についてって、あ、本当。なんか楽しいのかなと思ってた、聞いたら、うん、なんかその桂川で魚が泳いでるのが見れたから楽しかったですみたいなことを言う、うん、優しいんだな。素晴らしいな。あ、ぜひぜひおめでとうございます。沖縄ね、はい、行って25年は長いね。長いな。それでは黒添え、はい、ね、あれ黒がやりたいことはないの今年ですか。なんか自分がやってみて新しくやりたいこと、整形かな。どの辺？嘘です。まあこの間こうちゃんともそういう話したんだけど、俺はね、本当もちゃんと年を重ねたミュージシャンで生きていくっていう話をしてて、そこは多分放送されてないんだけど、まあ、それは、まあ、人自分それぞれだから、2枚目の人の言う発言だよね。そう、やらざるを得ない人がいるんです。なるほど。それでは黒添え撮影関連、はい、まあ、これざっくりしておりますが、まずは沙織ちゃんです、はいはい、早く見たくてずっと楽しみにしていたミュージックビデオですが、はい、先週のラジオで1月7日に完成予定と聞いて、今日が誕生日の私は嬉しくてドキドキ。あ、本当ですか。ドキドキ、そわそわ1週間を過ごしました。そのせいか七草セット、はい、買い忘れました。マイオンリースーパースタープレゼントとして受け止めますね。ありがとうございます。新曲の中でここに注目してほしいなっていう思い入れのあるシーン聞かせてください。沙織ちゃん、沙織ちゃんですよ、だから。わかります。いい書き方しますね。うん、ね、振りがね、振りがうまい、うん、でも、ね、
今日完成したけど発表は今日じゃないんだよね、これ放送はね。明日です。明日なんだ。ちょっと何のシーンだっけ。気になってるシーンってやったんだっけ。ここを注目してほしい。もう忘れちゃったでしょ、6月だもんね。あの時の思い、だから見たから別に思い出さないでしょ。注目してほしいのはね、やっぱりあのね、向かい風みたいな感じかな、イメージ。歌詞そのままで。そうそうそう、ちょうどよかった。そうなんですよ、僕もまたやらしいんですよね。あのレインボーラバーズと一緒でですね、はい、まあ先にこういうところで撮影しますってなった時に、あ、やっぱそういうことですか。向かい風あるんだよ。歌詞一発目に出てきたじゃん。そういうことね、ぴったり言っちゃったの。でもあのビデオのオーラスもラストもそう、うん、そういう感じ。そう、つんのめらないようにも行くね。そうね、こういう感じよ、ちょっとね。前かがみの風はね、もう何年も撮影してるけど、やっぱうーん難しいし、あと雲もう開けてるからさ、うん、見ての通り。結局ロケは天気次第で物語を、 PV1 個の物語を作るのは難しいんだよね。結局今回は1番2番は曇りしか、曇りの日が多かったんで、うん、どっかで晴れてもらうために1番2番だけしか最初曇りの時は撮ってなかった、うん、やっと晴れたから頑張って撮ったんだけど、そういう物語を作るのが難しいよね、天気はね。そう、あれ、その晴れ、雲がない、うん、晴れてる家を欲しい時に、うん、知らないジジイがすげえ喋りかけてきた。ああ、なんか喋っとったな、うん、撮影見ていいですかみたいな、知り合いかぐらいの感じだった。そう、見てて、うん、で、我がちゃんがまた怒るっていう。あの人すぐ怒るな。そうね。あ、そろそろもうって言いながら。あと黒がギャラリーがいると燃えるっていう。いや、そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。じゃあ俺たちだけでも燃えようよ。で、撮影なんだから。すぐ燃えちゃうんだから。あとね、歌詞をさ、事前あのギリギリで書き直したから、えらい間違い取ったね。結構俺 2,3 回かと思ったら、テイク見たら、そうだからどっちがいいかなと思ってて、で移動中にソヨピーにこう歌ってあげたら、これどっちがいいっつって、響き的にこっちがいいって、で収録したものとは違うものになった、ね、結局。だから俺はその聞きながら、聞き慣れてないものを聞きながら歌うから、待ちつられたりとかするわけ。うん、大丈夫って言ったんだよね。なんか差し替えなんかしようかって言ったけど、やっぱり何回かね、間違えても全然 OK なんだけどさ、そのテイク全部それで間違えたらさ、やる気なくなっちゃうのやめてほしい。くれる、どっかの気持ちをさ立て直してほしい。そうですよ、あの言われたの。だから歌詞を間違えたワンテイクの一箇所とか、そのもう一箇所だけ間違えたのに、そのテイクごとがすごいもうテンション下がってたりとか、うん、あとエレキ弾いてるんですけど、うん、もう手が血まみれになったりとかすると、血みたいな感じ、血ってなったりとか、あとピックを落としたとか。あとね、あのチューナーをつけてるとか。そうそうそう、めっちゃ決まったと思って、ここにチューナーつけっぱなしだった時があって、俺それ忘れてて、ね、編集して結構いいカットがあったら入ってたので、3回目ぐらいからあらへん見てたら、あれチューナーついてると思って全部それ切った。すいません。はい、さとちゃんですね、添田さんが撮影場所を探したり、する際、はい、この場所いいなと思う時、はい、その時の空や草木や水など自然物の色味も含めて候補に入れていますか、はい、またそういったところも含めて決めている場所、天候などで思ったようにできない、色味が出せないとなった時はどうしているのでしょうかと分かります。チキチキは持ってる方ね、持ってるからね僕らね、あまりこういうことはなかったかもと思うのですが、もしあったら聞いてみたいなと思います。基本的には
思うようになんかならないんですよ、うん、絶対に、うん、その黒澤明だったら別ですよ、1年間待ってられるんだったら、うん、思うようにならないことを前提で何かものを作っていかなきゃいけないんだなというふうに僕は思ってるので、うん、自分凝り固まって思うようにならないからやめたなっちゃわないようにはしてますね。あんま思うようにならないと思ってやってます、うんうん、まあね、うん、色味とかはやっぱちょっとね、まあ、調整もできますしね。 それはあのいろんなね細かいテクニックがあるんで、うんうん、それ大丈夫です、うん、でも1日雨だったら1日晴れるから、おだから2日大野さんがスケジュール切ったら、うん、どっちかいけんじゃないかなと思う、うん、なるほど、うん、まあ、2日雨降られたらねちょっともうやる気出ない、ね、そしたらもう雨の確かにそうだ、しかない、それしかないもんね、うん、決断がね、うん、あと僕はあれですね、なんか整った場所なんかでそんなロケしないので、はい、足元とかもそうですけど、はい、自分のその踏み場所とかの確保はすごい気にするっていうか、なんか牛の糞とかが落ちてないとかそんなの嫌だしとか思いながら、ごめんね、そこまでで俺たちがね、うん、ケアが満ないからね。でもその糞を昔大野さんが知らんと踏んじゃって、あそのまま車乗ってくせくせくせなったね、誰だよとかすげえ落ちてたよねすごい落ち込んだのが面白かった、面白いな。はい、かなちゃんです、はい、はい、ずっと黒田作品を撮り続けているサイピーさんから見て、はい、黒田くんのかっこよさはどういう部分ですか、またそのかっこよさは変化してますか、スリルバカンスもイージーバズーカーもかっこいいですが、はい、原点回帰のシューティングスターなんかもめちゃめちゃかっこいいと、はい、ちなみに黒田くんにとってベストパフォーマンスミュージックはどれですかと、あ、僕にとってですか、はい、教えてくださいと。ベストパフォーマンス、僕、それは僕ですね、なんだっけ、かっこよさグラフのかっこよ さどういう部分かと、そのかっこよさは変化してますかって、昔と今変化はしますね、それはどんどんしたと思う、うん、でもなんか分かんなくなってきちゃったね、かっこよさって言われると、そうね、うん、そのそんなああかっこいいとか思ってあんまやってないよねちょっと気持ち悪いですよね、やってたらそういう感じだとね、撮影とかできないんじゃないかな、うん、そのもうなんかこの曲こうして動きがいいなとかを、結局今回のも10回とか20回歌ったら、黒田君は1番2番をどう組み立てていくかを迷って最初やってる、それで中間ぐらいからあこうやってやってこうっていうのが出来上がってくる、うん、俺は PV はそのパターンに乗ってるだけなんですよ。 A メロは止まって一点を見つめてみたいな、うんうん、そういうパターンになっていくから、そのそれをなんか作り上げてる感じだよね、そのかっこよさはさ、そうね、うん、そのこれがかっこいいっていうその曲で自然に生まれたものを大切にしてるっちゃかっこよく言うとあれだけど一体聞き当たりばったりっぽいけど、自然になんか生まれていくものが、うん、かっこいいだろうね。だ一応あれなんだよね、仕草がやっぱ2枚目なのよ、かっこいいのよ、仕草が、うん、いろんな仕草が、うん、いろんなことやってもそのカメラの前に立つとね、うん、飯食ってる時はそうね、まあなんかそう言ってもらえるとありがたいですけど、なんかもう僕はこれしかもうないから、別にこれをどうかっこよく見せるかってもうなんか自分がパフォーマンスはさもちろんするよ、それがなんかなんていうのかな、ソイビーと一致した時が一番なんかこの今回でもなんかガンってこうやった時にこうカメラの位置となんかそうソイビーが動いてるタイミングと俺が動いてるタイミングがガーンってこう入ったこの絵がかっこいい、偶然なのかわかんないけど狙ってるけど、意外に俺も狙ってるからね、まあだから風とかね、うん、それももう
偶然いい具合にこう髪がなびいてくれるのが、うん、僕にとってのベストパフォーマンスミュージックビデオなんすか。なんだろう、釣りバカじゃん。釣りバカ、釣りバカはその若いの釣りバカは、カはまあカーパン履いてダッシュするとか、エンジニアブーツ履いてね、バカだなとか思いながら見てますけど。あれじゃないの、ベガスあれレディーゴー、レディーゴーよかったんだよ。あレディーゴー、まあまあ、ね、あれすごい体力を使ってるし、うん、あれをなかなか黒こうやってって言ってあの感じができるってなかなかあれ、まあ、偉いよね。まあね、カメラに入ってきたりとかさ、追い抜いたりとかさ、あれまあ慣れっていうか想像力っていうか、まあね、そういうのあるし、さっき言ったキャンディーデイズとかもかっこいいなとも思うけれど、イージーバズーカなんかちょっといいよね。まあスタジオだしね、白織りだからなんか別にみんな白い服着てって演奏したら誰でもかっこよく見えるわとか思いながら、俺じゃないってあれなんつうのさ、え、あ俺じゃあれ編集もしてないんだよ。あ、そうなんだ。そうなの、あ、編集したわ、ごめん、あれ俺やってるわごめんごめん、あ、そうっす。あ、そういう意味ではベストパフォーマンスって言えるかどうか分かりませんが、約束のビデオは一発勝負だったから、あれはまあそういう意味では俺はベストだったかなと思うんですけど、うん、あのその時まで結構キラキラな感じの王子様っぽいものを演じてたけど、あの時から普通の服着て普通の髪型してただ浜を歩いてるっていう。あれでも髪型も気にせず、黒企画なんだよあれ、こういうのやりたいって言ったんだよ。マジで、その普通のパーカー着て普通にやってる、それで朝日が出てその出てくるまでやろうって言ったのは私たちで考えたんだけど、うん、普通の感じでやりたいって。あ、なるほど、へえ、そうなの。そう、黒田企画でやる、どんなやりたいって言ったらそれやりたい。じゃあ次約束書く。あやちゃんですね、新曲楽しみにしてますと質問です。撮影前や撮影中にソヨンさんとリンクの間で出来上がりのイメージでどこまで話しますか。これはね、まあでも待って、一月ぐらいかな。アウトテイク全部見ようぜね、うん、あの、はい、撮影裏のやつを見ていると、はい、外での撮影では撮りながらその場で決めていくことも多いような印象を受けましたと。リン君は信じて任せるという感じなのかなと、編集後のチェックで初めて見て、あ、こうなったかと驚いたものもあるでしょうかという。これはね、もう綿密に嘘つけ、打ち合わせをさね、まあ殴り合いまで嘘つけしながら撮影、事前準備をきっとして、一度も話したと同じよねもう今更話せないね。昔はなんかコンテっぽいのなんかあったよね。あったね、うん、書いてたような気もする。なんかあったわ、滝のとこに黒が立ったみたいな絵見たことある、ネイルラップかなんかよく分かったやつで、最近はそういう、もう今回なかったけど、なんか歌詞が書いてある表があって、はい、A メロのこっからここまで、じゃあこっからここまでっていう、歌うその場所で歌う、そうそう、物語をね、考えなきゃいけない、フルでそこで歌わないっていうのが、うんうん、じゃあ俺あれだな、あのリーズンモンスターの時に何にも考えてない、本当に何にも考えてない。ああ怒ってたね、うん、怒ってた、うん、なんかそういう感じだったよどうすんのそれっていう、ね、いつもそうじゃんと思って、何で怒ってんだ急に今回はみたいな違う、あれは黒が決まってないプラス、あの茶色い服でやることと俺のやってほしいこととかちょっと違ったんだわ。黒がこれでやろうと思ってた感じと俺がやってほしい感じと、黒はちょっとぶっ飛んだ感じのことをやりたかった、うん、俺はもうちょっとかっこいい感じでやった方がいいかなと思ったんだけど、それかな、そういう話し合いもしてないからね、うん、でスーツをピンクにしてド派手にして、まあ偶然ちびっ子たちが参加してくれたから、そうなんだよね、あのなんて言うのがいいんだろうってね、ああいうよかったよね、リズムボーズは、まあまあ、もう全部いいけど、
だからまあ出来上がりのイメージは話してません。話してません。リンクは信じて任せるという感じなのですか。でもそれしかないもんだって。もうそんな信じてもいないから。じゃあ最後、セリアちゃんです。はい。全部見ようぜのコメントでも少し聞けましたが、海外撮影のロケ地をどうやって見つけて組み立てるのかが知りたいですと。クロスタさんの撮影ダイアリーを読むと、イベントの合間に現地で探すという場面が結構あって、はい、そうやって組み立てるのってすごい大変じゃないかなと思いますと。でお二人にとって一番大切だった撮影、あ、大変だった撮影で一番印象に残った撮影を教えてください。まあ海外撮影は全部印象に残ってます。で本当大変なんです。ありがとうございます。本当に分かっていただいて、あのなんだろうな、人間追い詰められるといろんなことができるなみたいな、そういう感じ。まずだからそのロケ地どうやって見つけて組み立てるか、それは Google マップで最初に Google でみんなで見てここ面白いねっていうところを、そういう日が一人とかで、まあ、時間あったりとかして一緒に行くけど、はい、基本一人で、はい、ゲンチャリで、はい、一日中もう真っ黒になりながら、まあ、それ前に日本にあのうちの大野さんってコーディネーターが、うん、面白いところ100個ぐらい、うん、メールが100個ぐらい来るわけです、うん、そのそう、ね、あのでもあれがありがたいんだよね、うん、あの何でもかんでもじゃん、そのこれ曲聴いたの君みたいなやつなんだけどあれがでもありがたくてその中からピックしたりとか、兵士なんかいっぱい来たなみたいな感じであって、そこから現地、そう、その中からピックしたのを行って撮影できそうなところ、だから撮影できて面白いところだったら逆に無理やりそこに落とし込んだりすることもあります。今日歌をね、うん、でもなるだけ歌に沿った雰囲気にして、大変です。大変ですよね、はい。まあ、一番大変だった撮影、大変だった、まあ、印象残ってるのもまあほぼいいね、あれだけど、一番大変だった撮影、大変だと全部大変だよね。肉体的に大変だったのセーバーソウルかな俺。ああ旅のやつね、あれ俺じゃないんだよ、うん、あれはでもずっと旅してんだもん、辛いよね。辛いよ、ね、ずっと同じメンツでね、うん。あと本当に体が痛かったのはパリの石畳をずっとブーツで歩くっていう、あれ本当にもう豆で来て ちょっと血まみれになりながら歩いてたから。あとなんだろう、全部大変だったかな今思えば。あそこの場所バッチリだったなってあるけど、探すまでは大変だよね。そうね、なんか朝早いとか朝4時とか5時とかにつなぐとかで撮影する場所とかもトゥクトゥク乗って、うん、さあそれ、ね、もう風に打たれてこうって人をするの、あとゲンチャリで行ってるんで、本番は車で行ったりするじゃん。あ、入れないの、なるほど、ね、入れなかったりする、その道これ入れんのソエピーとか言って怒るわけ。これそういうパターンはよくある。入れませんみたいな、流れませんみたいな。今はもうね、そのマップ見てこう全部チェックできるけど、昔ってそんなできないから、そうそうそう、なんとなくしかない、なんとなくこの道だったよなみたいな、うん、ねえ、まあ全部ですよ、うん、ねえ、はい、ありがとうございました。じゃあ曲はですね、さっき言った、約束と、はい、まあ、じゃあリーズモンスターにします、はい、どうぞ、はい。
色に染まる空に一番星何も言わず指さして君は歩いてくから君が教えてくれた歌を口ずさみ並ぶ影を少しずつ僕は君に近づける言葉より確かな思いが僕に問いかけるこのままずっといたいよとそばにことを好きになっているんだよ生まれたばかりの青い風に乗せいつの日にかこの想いがかけがえのない君に届くかけがえのない
うるせなベイビーこの手でぶっ飛ばしてやるぜ Yeah 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 yeahかかってこいよなりふり構わず行くから Yeah 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 yeah, yeah, yeah. Yeah. 時代の速さは Crazy 置いてけ無理でもいいじゃん Yeah 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 誰かの真似だって OK現実遠きは無敵だ Yeah 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 手弱いなリズムはさ理屈ばかり行くぜ Damn 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 So what it baby Damn 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 世界中に愛をもっと愛をもっと愛をもっとばらまいて Damn 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 二度とない Damn 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 この瞬間をたまんのつもりだ baby 偉そうにカッコつけんなよな Yeah 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 修羅場の主役のようにここからミラクル起こすぜ Yeah 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 カッコすぎリズムはさ頭固いわ行くぜ Damn 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 ビビンな babyいただいた曲は約束とリーズモンスターでした。じゃあちょっとスイピーはお仕事まだあるので、はい、後ほど。じゃあ三昧の感想、はい、読みたいなと思います。さとちゃんですね、年末年始三昧配信ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。中でも嬉しかったのは福岡のあばら。今回この時の自分たち楽しかったよねっていうあばらのリクエストをしたのですが、これはすっかり抜けていました。確かに楽しかった。毛布とは違うカメラの高さやステージの高さと天井の低さなどなど、この箱ならではのギュッとした油がたまらなくていいと。
この時むちゃくちゃ楽しかったよなと映像を見ながら思い出しました。またこういう箱で暴らみたいです。貴重な映像ありがとうございました。これあれですか、もう亡くなったとこで違うか、違うか、どこだこれ、キューブリック、キューブリック、あんまりやってないです。うーん、あ、そうですか、うん、なんかそうね、その天井の低さみたいなものもそのギュッとなってる感じはあばらいいかもしれないですよね、うん、みんなもうわーってなってて、うん、はい、ありがとうございました。そらままちゃんですね、年末は掃除やお正月準備をしつつ残魔映像を見て過ごし、年始は私が2日から仕事始めだったので、お早い。空は一人で時間を過ごすのが好きじゃない空は、残魔チャンネルを見てたおかげで時間経つのがあっという間だったようで、空的に大助かりと、はい、そしてカウントダウンライブハッピーバースデー言ってましたねの言葉に空も私も思いっきり笑わせていただきました。最高でした。まあでも23年ハッピーバースデーということで、はい、こんな初笑いで新年を迎えた年はないかと思うくらい本当に楽しかったですと、新年早々素敵な初笑いありがとうございました。そして改めて年末年始大変な中、今年もざんまいチャンネル配信してくださり大野さんお疲れ様でした。いや本当こちらこそですよ、ありがとうございます。はい、斉田ちゃんですね、リクエストしたら66ライブの昼公演を一緒に見てくださってありがとうございました。はい、今回これ以上にテンションがプチ上がったのが2つあって、2017年の天満の続々スペシャルと、あ、2003年から2004年の毛布カウントダウン4、金宮のライブを会場で見たことがないので、あ、なるほど、話では聞いていたキャンディーデイズの映像を見ることができてものすごく嬉しかったですと。またやりたいな、あれなんか そして改めて黒田さんがベースを弾いて弾く姿ってやばいかっこよさだなって興奮しつつ、黒田さんがベースを弾きながら黒田さんの曲を振りで歌うのを見れたら抜群にかっこいいだろうなと思って、少しだけ歌った映像を見ながらそんな風に思いました。アコギばかりじゃなくてベースもたまに弾いたらいいのになと、はい、毛布カウントダウンは当時配信組で、コンポで聴いていたので、音のみで大切な思い出だったものに19年の時を経て映像っていう、彩りを加えてもらえたことが奇跡みたいな感じなので、これからもこの残米のことを感謝し続けると思いますと。おお、なるほどね。これ何これ MD とかってこと、どういうこと、配信したの音だけを。ハピバとボッチとカウントダウン含めて残米ありがとうございました。セリアちゃんです。はい、年末は仕事が重なってなかなかリアルタイムでは見れませんでしたが、その分お正月の休みになってから、どっぷりと楽しませていただきました。年始三昧が配信になる午後から夜までリアルタイム、すごっ。それ以外の時間年末のアーカイブを見てすっかりクロリンモードのお正月になりましたと。サプライズになったのは、あ、福岡キューブリックのあわら、私ここにいたと大興奮と、自分が実際に見たライブ映像を見直せるのって66ライブ以外で初体験なので格別に嬉しくて、リピりました、はい、ありがとうございました。いやいや、もう本当ありがとうございます。もう、まあね、毛布とかって僕ちょっと見てなかったですけども、映像ギリギリ面白い。まあ恒例なのでまたね、来年、年末年始またやると思いますけれども、まあそれ以上に今年はね、三昧で見たくなるようなライブをもっともっとしていきたいなとは思っておりますし、はいね。では曲いきましょう。せっかくなのであばら多かったな。あばらにしようかな。なんか何でしょう、その
そっから出す。じゃあ残枚でね、あの人気の高かったそのキューブリックでしたっけのアバラのめっちゃぐちゃぐちゃになってる、なんでもいいです。どうぞ。ワッショいけるかい、いくぞ。紫の風触れて締めくくゴールドつま先へ異国カレンの目に我を放って探すところから始め使命は快楽今の追い込んでたらじゃあ扉を開けて始めよう。物のパスは記憶は決めとくけ座るなと目覚める悪魔にこのクリーンナイト笑いカット腕上に逃げて深い森と申し否定を遮る邪魔する奴は殴り倒す勇気やけに照らされて行くぞ、バスで行こう。
理想は世界ほど燃える。無償の物語を作る Life is alright。 最強の敵はお前らだ。 Life, life, life the future the shake out。 Life, life, life the future。 エンディングが未来なら本気出せよ。 Life is alright。それでは、はい、お餅の食べ方、はいね、はい、アミちゃんです、はいはい、焼いたお餅食べたし、焼いたお餅に焼き海苔を巻いて食べるのも美味しかったです。お餅を丸めるのは楽しかったけどペタペタは難しかった。 お餅つきやってる。あ、うん、本当にやってるの、すごい、うん、あんこ餅も作りました、はい、お素晴らしい、楽しかっただろうね。うん、お餅食べました。お餅食べました。お雑煮も食べました。これも食ったわ。結構食った俺。クロアさんは何雑煮ですか？京都。僕はもうあれですよ。ね、白味噌。普通の醤油。もう実家もそうよ。実家もだって京都の人じゃないから。あ、そういうこと、ね、うん。そう。あれですね、あの味の素の CM の小栗旬君がお兄ちゃん役でやってるあの CM 知ってます？知ってます。お味噌汁も何でも野菜とか、あんな感じです。あ、なるほど、はい、僕もあんな感じで作りました。はい、アイリンちゃんです、ありがとう。小学生ぐらいまで冬休みには相模原の親戚のお家に遊びに行って、はい、親戚のおばさんが必ず作ってくれたのがあんころ餅。はい、お餅が市販の切り餅だったのか鏡開きしたものだったのかは覚えてませんが、お湯にくぐらせてからあんこをまぶすから結構手間暇かけて作ってくれていたのだと思います。大好きでした。自宅マンションでも年始に下の集会所でお餅つきをしてきな粉大根おろしあんこをまぶしたものともらえるのですが、あんこは私がもらっていました。はい、まああんこおはぎ、俺おはぎの方がイメージ強いな。そうね、あんこはね、うんうん、そう、あんこあんま好きじゃないでしょ。いや好きよ俺。ほんと、うん、甘いもん食うてるイメージないけどね、あんこっぽい。そうね、うん、まああんこはでも好き。おはぎは、あ、おはぎじゃない、あのきなこ。きなこはあんまり、昔ちっちゃい時好きだったけど、うん、あんま何が一番好きやね、もちろん食い方ね。餅の食い方はやっぱもうそのもうあれですよ、さっき言った食べ方ですよ。焼いたのも雑煮ね、そう、焼くのなんかちょっとめんどくさい。やっぱり醤油のりかな。醤油のりね、うんうん、そらままちゃんはですね、好きな食べ方はですね、はい、お餅を主役で考えるならきな粉、うん、あんころ餅、うん、砂糖醤油が好きです、うん、娘のソロは小食というのもあってお餅単体ではあんまり量食べれないので、うん、お雑煮、うんうん、あとおでんの巾着で食べる、はい、うん、熱いやつね、はい、福田さんお正月でお雑煮をお餅をたくさん食べるとよく言ってますが、その雑煮のこだわりはありますか？何にもないです雑煮だな何にもないです。そう、畑の師匠からもらった大根入れてとか、うん、それぐらいですね、うんうん、あのだから厚揚げ、あ、お揚げさんとかをその油抜きするとかこんにゃくのアク抜きとかはそれはしますけど、うんうん、何にもあるもんこう入れて。はい、佐藤ちゃんですね、実家では醤油、あ、砂糖醤油、うん、ね、
大好きでした。砂糖たっぷりでジャリジャリ、うん、液体感がないくらいもったりとしているのが最高、うん。コロナ禍で帰省しないこの数年は好きなおすまし仕立ての雑煮を作って食べますと、うん。実家は大根、人参、里芋、ゼンマイなど入れた醤油仕立てで、うん、はい、作ると基本のやつだ、ね、うん。あれは柔らかいのがいいか固めがいいか雑煮って俺ね、あるない、柔らかい、柔らかいのがいいのね。俺硬いのがいいんだ、ドロドロ。俺、ね、兄貴がドロドロがよくてよく食べてたけど、俺ドロドロ好きだね。もうあの飲む飲む、あこれダメだな、硬い歯ごたえがあるやつ硬いやつってさ、たまにそのもち米感がすごい、 あの味が出る、あれがいいや、はい、ね。で後に専門学校時代に友達が作ってくれて初めて食べた、おこれがおすましかと感動し、あおすましね、はい、帰省しなくなった今作ってる感じですと、はい、なるほどね。今年は雑煮分のお餅を食べきったのですが物足りなくなって追い餅しました、はい、あんこたっぷり塗って食べてます。でも俺これぐらいの袋何個入ってるかな、ね、やっぱ全部使い切れない、12個ぐらい、うん、半分以上食ったかな。そうだよ、あれ作ってもいいんだからね。そう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 、ね、正月だけじゃないから、ね、なんかこの間昨日かな、俺ビールをスーパーに買いたの、うん、段ボールで、うん、で段ボールこの時期ってよくあるんだけど、なんかそのゴミ袋プレゼントとか、うんうんうん、なんか何々がプレゼントで、うん、ちょっとキャンペーン中、キャンペーン中のやつ引っかかってこうついてる、うん、でこれ昨日買いに行ったらお餅ついてたの、いらねえと思って外して置いといた。どんくらい一袋って感じで、いやすごい、ね、ぐらいとかな、だ大丈夫ずっと思ってこう、キャンペーンいいですみたいなやつ。はい、あやちゃん、茹でるか水に通してレンジでチン、はい、丸宮のお餅亭シリーズのあんを絡めて食べるのが好きです、うん、みんなあんこ好きなんだね。ね、あんこ多いね、うん、あと特にずんだとみたらしい、うん、あんこって めんどくさいよね。そのきな粉とか醤油だったら絶対あるじゃん家に、うんうん、あんこって特別にそれあんこ用に作んなきゃいけないよ、あんこ。まあね、ね、意外にめんどくさいよね。だから男子はあんまやらないよね。やらない、めんどくさいな。で1人分のパックに入った粉にお水、あお湯をかければあんになるっていう簡単なやつがある。 あるんだ、うん、美味しいですと。でもそもそもまあ、まあ、あんこだ、そこまでして食べたいわけだよね。そうね、おはぎはあんこだよね、うん、はい、鉄くずちゃんですね。お餅の食べ方はですね、年末自宅で機械を買ってつくので出来たてをいただけるのですが、はい、米田コーヒーが売ってるあんこ、うん、を上に乗せて食べます。あなるほど、米田コーヒーはね、うん、まだ柔らかいお餅のおかげで 2,3 個一気に食べますと。うーん、正月とかは雑煮で食べるくらいでそんなに食べないのですが、出来たての魔力なんでしょうかね、うん、あじゃあちょっとトライしてみようかな。あんここしあんやな、米田コーヒー。あそうなの、ま俺つぶあんが、俺こしあんが。はい、ラスト、甘くない系だと母親が作る愛知県の雑煮、うん、鍋用の薄極薄のしゃぶしゃぶ、はいはい、あうまそう、ね、甘い系だとお汁粉やぜんざい上にのせて食べるので、好きなのはあんこや大根おろしと、うん、嫌いなのは醤油、あ砂糖醤油ね、ああつかみどころがなかったのは、子供の頃に見た少女漫画で勧めていたジャム、お餅にうわー、まあ、まあまあパンなくはないんだろうな、まあ、なくはないけど、ちょっとピンとこないな。ところで黒田さんは京都の今宮神社のところにある炙り餅って食べたことありましたっけ。ないですね、私は1話で2回食べていて、数ね、あ1話、はい、ああいう味噌、白味噌、白味噌ね、うん、
のタレを、上手に作れたなって時々思います。白味噌ってうまい。俺はやっぱり東京の人間だからちょっとピンとこないね。あんま好きじゃないよ、味噌汁で白味噌は。でも美味しい具合、まあまあまあ雑煮、まあの白味噌はちょっとな、はい、ということでありがとうございました、はい。それでは、お知らせでございます。1月7日にマイオンリースーパースターのミュージックビデオが仕上がる予定、はい、今日ね仕上がりました。SOP スタジオチェック打ち上げ、このあとご飯、はい、そこまでそれお知らせ今日の俺らの予定じゃん読んじゃうんじゃないよ全部プライベート全部なので、来週の TV ファントムこれを撮っております先週ね、はい。で1月14日アピア、そして15日はテイラーラウンジライブやりますね、3回ね、はい。で2月京都金星旅館ねライブやり、そしてスリルバカンス京都イベントやりますんでお楽しみ。あ、もうすぐじゃん。そんな余裕じゃないんだね。でもあれだよ、もう新曲がないよ、京都で撮影できるよ。だからスチールね、この間言ってた。おお、ゴルフはできない。できないって分かりましたできるよ、俺多分やると思うそう、イベント中にはやらないけど寒そうだね、京都。寒いよ、京都でゴルフってあんまねしない。京都あるんだけど、うん、奈良行ったりとか、ね、滋賀行ったりとか、そんな遠くないから、うん。で、2、3月もチャンバルームとかいろいろ、はい、予定しております。で、次回がですね、15日なので、ライブが重なっているので、ちょっと調整中ということでございます。はい。はい、今日もありがとうございました。いや、ありがとうございました。PV 遅れて、本当申し訳ございませんでした。いいです、別に。大丈夫。まあ、今年いっぱい歌うんでしょうね。ということで、ラスト、もう一度、はい、マイオンリースーパースターをご覧ください。お相手は黒田のちひろと、そういうの、千秋でした。また来週、バイバイ。Try. So what's that show of love?